こんにちは、イーです。今日は、低積変化と低圧変化について見ていきます。期体の問題でよく出てくるのが、この2つと、等温断熱と、全部で4つありますで。4つのこの変化、状態変化をまとめておくと、だいたい入試問題でね、え出てくるようなえ状態変化について、まあ、どこをね、抑えればいいのかっていうのがわかるわけですけども、これがね、結構、 大変な、まあ、ボリュームゾーンになるわけですで。まずは定積変化から見ていきましょう。定積変化。名前の通り、これは体積が一定ですよということになります。なので、デルタ V がゼロというふうに書くことができます。で、体積変化に関係しているのは、これは仕事でしたから、仕事がゼロということです。膨張も収縮もしてなければ仕事がゼロ そうすると、熱力学第一法則は、Q イコールデルタ U プラス W の W が0になって、このように表すことができます。じゃあ、PV グラフはどんな形をしているかっていうと、体積が一定なので、横には動きません。ということで、ちょうど縦軸と平行になるようなグラフになります。 で、たまにね、これビャーンって書いちゃう人いるんですけども、圧力が負になるとかゼロになるっていうことはないので、普通は浮かせてグラフは止めます。ね。えー、ここが体積一定で、えー、ここが圧力変化というふうに書くことができます。えー、まあ、圧力が上がるか下がるかはね、ここに矢印が書いてあるので、問題によって変わるかと思います。 えそうすると前回やったように期待がした仕事は PV グラフの面積で表されるのでえこの棒のグラフとそれから横軸との間でのグラフの面積はって言われたらゼロになってますよねグラフでも確認してくださいえそれからですね定積変化について状態方程式をまとめておきますえ例えばもともと PV イコール NRT だったんだけども 体積一定で状態変化させたとき、圧力が p プラスデルタ P、温度が t プラスデルタ t というふうに書けたとすると、この二つを連立してあげれば、れ引き算すればいいわけですね。デルタ pv イコール nr デルタ t というふうに書けます。だからなんだって話なんですけども、これはいずれ式変形で便利になるので、あ 定積変化って言ったら、このようにえ状態方程式で、要は PV の塊で答えるのか、それとも NRT の塊で答えるのかによって、こう、変形ができるということですねえ。知っておきましょう。はい、そして低圧変化、圧力が一定の状態変化を指しています。まあ、当たり前じゃ当たり前ですよね。ということで、デルタ P が0。はい。 そうすると、仕事は P×ΔV で表されます。ということで、熱力学大調則は U、ΔU プラス PΔV で Q を表すことができます。まあ、ここからここがなんでって思った人も多いと思うので、解説をしていきます。まず、低圧変化のグラフはって言われたら、圧力一定なんで、縦軸は変化しません。ということで、 横軸に平行なグラフ、直線のグラフになります。そうすると、ここが圧力 P で、ここが体積変化ということになるわけですけども、低圧変化の時だけ仕事は長方形で表すことができるわけですね。なので、ここ、仕事は長方形で書けますよってことを表しています。 同じように、低圧変化でも状態方程式があって、PV イコール NRT、元の状態から、えー、体積と温度がそれぞれデルタ V、デルタ T、えー、増えてますよ、というような式を立ててあげます。で、これを引き算してあげると、P デルタ V イコール NR デルタ T というふうに書くことができますね。 じゃあ、せっかくなんで、これがどういう時に役に立つかっていうのを、ちょっとね、例を挙げてやっていきましょうえ。低圧変化において、先ほどね、熱力学第一法則はこのように書けますと言いました。まあ、どれもゼロになってくれないんで、まあ、ありがたくはないですよね。他の変化に関しては何かしらゼロになるんですけど、低圧はゼロがありません。で、えこれをどうするかというと、 単元子分子理想気体という条件があれば内部エネルギー変化の公式が使えるので、まずこれが使えます。えさらにえ状態方程式先ほど導いた PΔV イコール NRΔT が使えたとすると、あの熱力学第一法則はこのように書き換えることができるわけですね。えこれが ΔU のことで、これが仕事 W のことになります。 このようにして、あ、nrΔt が揃ったから合わせることができて2分の 5nrΔt というふうに出せるわけですね。まあ今 nrΔt に合わせましたけども逆に nrΔt を pΔv に合わせることもできます。なんで2分の 5pΔv っていうふうに書いてもいいわけです。それは問題によってね、どっちで こう、答えなきゃいけないかによって、変えないといけないということになります。では、例題があるので、一つ解いておきましょう。まず、このようにね、円直シリンダーというのがあって、中に機体を閉じ込めます。でこれは単元子分子理想機体です。そしてピスト,ごめんなさいピストンの質量がスモール M。で、そこからある高さのところで釣り合いましたよと。と で、この機体を加熱してあげて、ピストンはえ H だけ上昇しましたとえ。この時、加えた熱を求めなさい。ただし、大気圧を P0 とすると。まあ、いろんなことが書いてあるわけですね。で、まずはえ、この場合、ピストンにかかる力を考えてあげます。そうすると、重力 Mg。それから、大気圧からの力が P0 S。 で、中の機体の圧力を P って置いてあげれば、中からの圧力による力が PS という風にかけて、力が釣り合っています。エピストンの釣り合いから PS イコール P0S プラス MG という風に書くことができて、中の機体の圧力 P は P0 プラス S 分の MG で書けますよということで、これで圧力が出ました。で、この後、 え、加熱後も、え、圧力は変化しないということに気づいてください。なんでかっていうと、この釣り合いの式というのは、別に床からの高さ、まあ、ちょっとこれ L って入ってますけど、ね、L は問題文にありませんでした。え、そうじゃなくて、え、これが何の値であったとしても、結局関係ないですよね。 えー、この圧力 P0S とそれから重力 MG っていうのは一定の値なので中を加熱して膨張したとしても中の圧力は一定になります。ということで低圧変化っていう風になるわけですね。でそうすると気体のした仕事は P×ΔV という風に書けるので、えー、H だけ上昇したということであればこれが ΔV を表しています。 ということで、期待のした仕事は、これが答えですね。で、さらに熱量を求めなさいということなんで、このように変形してあげて、状態方程式を使ってあげれば、Q イコール2分の5 p デルタ v という風になって、2分の 5P0S プラス MG、括弧 H という風に書くことができます。 ということで、えーまあ、熱力学第一法則を使えば、えー、このようにね、えー、出すことができます。ただね、えー、この後、気、えー、体の比熱というものをやります。で、気体の比熱をやって、マイヤーの式というのを知っていれば、わざわざ熱力学第一法則を使わなくても、一発でね、仕事から Q、えー、の計算ができるようになります。 ということで、まあ熱っていうのは結局のところ、なんかこういろんなね、つながりがあって、で、それがこう頭の中にマップのようにあってね。じゃあこの答え出すためにはどうしたらいいかなっていう最短ルートを見つけられるかどうかっていうのがポイントになるわけです。今のもそうで、まあ確かに熱力学第一法則使えば、絶対答えは出るわけですけども、早く解くためにはどうしたらいいんですかって言われたらまた別の方法があるわけです。 それをね、こう自分のものにするっていうのがまあ大変なわけですけども、その練習をこれからね、していってほしいと思います。はい。ということで、今回は以上になります。お疲れ様でした。お疲れ様でした、えー。授業の内容は理解できましたか実際には物理では演習が重要になってきます。なので、手を動かして、問題を解いて、それを積み重ねていくことで、 成績が上がると思います。また頑張っていきましょう。